皆さんこんにちは一般科目社会科の加藤博和と申します今回のテーマは選挙制度と現代政治についてですはじめに最近の国政選挙の結果から外観してみたいと思います一昨年2009年8月の衆議院選挙では政権与党の自民党が現有議席を大幅に減らし代わって民主党が308議席を獲得する圧勝を収め政権交代が起こりました 自民党はそれまでは小泉純一郎首相による2005年9月のいわゆる優勢選挙の対象で300議席を獲得していましたので2度の衆議院選挙で対照的な結果となったわけです。他方政権交代を果たし与党の座に就いた民主党ですが昨年2010年7月に行われた参議院選挙では改選議席数を減らし連立与党の議席数でも参議院の過半数を下回る結果となり 衆議院では過半数を制していても参議院では過半数を確保できず野党の協力なしでは法律案の確保が難しいいわゆるねじれ国会となっていますこのように選挙結果が現実政治の枠組みを規定しているといえますそれでは私たち有権者の投じた票はどのように選挙結果に反映されるのでしょうか2009年8月の衆議院選挙例に見てみましょうこの図は鳥取県内の衆議院選挙の区割りで 主に党中部が鳥取一区西部が鳥取二区という選挙区になっています鳥取二区には3名の立候補者がありそれぞれの得票数は赤沢候補8万4,659票湯原候補8万4,033票関外候補2,082票となっています衆議院の選挙区で行われる選挙では得票数の最も多い候補者が当選者となる小選挙区制が採用されていますので 赤沢・湯原両候補の大接戦となっていますが小選挙区では赤沢候補1人が当選者となります落選となる湯原・関外両候補に投じられた票を合計すると8万6 0票余りでこのように議席に結びつかなかった票のことを指標あるいは死に票と呼び鳥取2区では指標が当選した赤沢候補の得票数を上回ったことになります小選挙区では 指標が多くなるという特徴がありますえここで選挙区制度を概観しておきますと1選挙区から1名を選出する小選挙区制のほかに大選挙区制、比例代表制などがあります大選挙区制は1選挙区から2名以上を選出するものです選挙区の広さによって小選挙区制、大選挙区制というわけではありません また、かつての衆議院選挙は、1選挙区から2名から6名を選出する中選挙区制で行われていました。鳥取県では、県全体を1選挙区として4名を選出していました。中選挙区では、同じ選挙区で同じ政党の候補者同士が争うことになります。そうしなければ、衆議院で過半数の議席を獲得できないからです。しかし、同じ政党の候補者では政策の違いはあまり見られず、 候補者の人物本位での選挙となりがちです実際、与党・自民党の中に派閥が生じ各派閥の推薦した自民党候補者がしのぎを削る派閥中心の選挙の弊害が指摘されてきました派閥を拡大するための政治活動に多額の資金が必要とされリクルート事件や佐川急便事件など金券政治が明るみとなって政治改革が叫ばれるようになりましたそこで選挙制度については 政党中心の政策本位の選挙が行われるべきとの考えから1994年に政治改革関連法が成立し小選挙区制が導入されることとなりましたまた先ほど述べたように小選挙区では指標が多く少数意見が反映されにくいため各政党の得票数に比例して議席配分がなされる比例代表制をセットにした小選挙区比例代表並立制が取られることとなりました。 現行の衆議院の定数配分は、小選挙区が300、比例代表が180です。この図は、小選挙区の数を都道府県ごとに示したものです。この都道府県ごとの数字を合計すると300になりますが、全国に300の小選挙区があるということです。次に、比例代表によって180名が選出されるわけですが、この選出は全国を11のブロックに分けて行われる制度となっています。それでは、中国ブロックを例に見てみましょう。 比例代表の中国ブロックの選挙結果はこのようになっています中国ブロックの定数は11で7つの政党が候補者を立てそのうち民主党が6議席、自民党が4議席、公明党が1議席を獲得していますそして例えば民主党では19名の立候補者の中から湯原、高井、菅川、花崎、高村、小室の6名の候補者が当選者となっています どのように当選者が決まる制度になっているかというとまず各政党の得票数を一二三で割っていきますその省の値が大きい順に定数十一まで議席を配分していき各政党の獲得議席数を確定しますこの方式を公安者の名を取ってドント式と呼びます次に各政党の当選者は各政党があらかじめ決めた候補者の名簿順位に従って決まりますこれを高速名簿式と言います 中国ブロックの民主党の場合ですと上位6位の候補者までが当選ということになりますところが民主党の候補者名簿では19名中18名が名簿順位第1位として搭載されていますしかも先ほど鳥取2区で見た湯原候補のように小選挙区と比例代表に重複して立候補することができます小選挙区で当選した候補者は比例代表で当選することはありません それでも小選挙区で落選した候補者が名簿順位第1位に10名並んでいますこのように複数の候補者がいる場合は赤配率で当選者が決定されることになります赤配率とは小選挙区の選挙でどれくらい惜しかったか当選者に肉薄したかの度合いを表すものです湯原候補は小選挙区では当選した赤沢候補の得票数の99%に相当する票を得ていました 民主党の名簿の同一順位の候補者の中で赤敗率が最も高く湯原候補を含め赤敗率の上位6名が当選者となるというわけですところで鳥取2区では1名を選出したはずですが事実上赤沢候補湯原候補の2名が当選したことになります、えー、ここで選挙制度の特徴や現代政治の問題点について挙げてみたいと思います 一つ目は、日本では小選挙区制と比例代表制を組み合わせた選挙制度になっているということです。参議院の選挙制度については、各都道府県を単位とした47の選挙区で146名、全国単位の比例代表で96名を選出します。47の選挙区の中には、鳥取県をはじめ3年ごとの改選議席数が実選挙区で1名となる、いわゆる一人区が29あり、 衆議院選挙のように小選挙区と比例代表の二本立てでの選挙が行われていると見ることもできますそのため任意制を採用している日本において両院の選挙制度が似通ったものとなっておりその制度改正について議論がなされるところですまたこれは2009年8月の衆議院選挙でのすべての小選挙区と比例代表での各党の得票数と 実際に獲得した議席数をそれぞれパーセンテージで表したものです例えば小選挙区では全ての候補者の得票数のうち自民党候補者に投票された票数の合計の割合は38.7%民主党候補者では47.4%であったということですまた獲得議席数は自民党は64議席でしたので300議席のうち21.3% 民主党は二百二十一議席で、七十三点七パーセントをそれぞれ占めるということを表しています。これを見ると、対象した民主党は小選挙区で四十七点四パーセントの得票で、七十三点七パーセントもの議席を得ていることがわかります。これが政権交代が起きやすい小選挙区制の特徴と言えます。対して、比例代表の部分では。 各党とも概ね得票の割合に応じた獲得議席数となっており、比例代表制の特徴が出ていると言えます。2つ目は、今述べたように、選挙制度が政党中心、政策中心の政治を前提とした制度になっているにもかかわらず、それに対応するはずの政党が未成熟な点が挙げられます。衆議院選挙に小選挙区制が導入され、二大政党制の必要性に迫られて民主党の結成が急がれた面も否めず、 民主党と自民党の政策の違いが分かりにくかったり政権公約、マニフェストが一人歩きしていることや党内での政策の集約が不十分であることなどは有権者の政治不信や政治離れにつながることにもなります三つ目は、いわゆる一票の格差の問題です例えば、参議院選挙の鳥取選挙区の定数が2名であるのに対し東京選挙区は10名で5倍です 人口は鳥取県は全国で最も少なく約60万人であるのに対し東京都は1300万人を超えており20倍以上の違いがあります単純に見てもこのように選挙区間の定数の不均衡が生じており一票の格差の問題も解消を要する課題です実際各地の裁判所で違見判決が下されています民主党内では参議院選挙の改革案も検討されているようです 四つ目は投票率の低下、特に若者の投票率が低いという現状です。このグラフは二千十年七月の参議院選挙の選挙区での年代別の投票率を示しています。鳥取県における投票率は全国平均を上回っていますが、二十歳代の投票率が最も低くなっています。二十歳代では二人に一人が投票していないことになります。全人口に占める若年層の絶対数が少ない中で。 危険が多ければますます若者の声は政治に反映されないことにもなりかねません与那子高専では一つの試みとして4年生の社会科学の授業で模擬投票を行いましたこれは鳥取県選挙管理委員会事務局のご協力を得て本物の記載台や投票箱本物と同一素材の投票用紙を使用し一緒に受講されている県民の方に投票立合人などを務めてもらい行ったものです 四年生は十九歳でこれから有権者になりますみな真剣な表情で投票に臨み模擬投票後の感想でも投票に行きますという決意を述べたものが多く見られました国会議員地方公共団体の長や議員を選ぶ選挙は現代政治経済社会のあり方を規定する重要な政治参加の場面ですより望ましい選挙制度や 定数の在り方などについて私たち有権者も関心を持って政治に参加するる必要があるでしょうまた選挙の時だけではなく日頃から政治について考えていただくきっかけとなることを期待いたしまして今回の講義は終わります。